どうも、ヘアメイクアップアーティストのイガリピンクです。どうも、うん、ちょっとオレンジっぽくなってきたね。ちょっとオレンジっぽくなってきたね。イカテサーモンピンク。本日はですね、大好評の、ここが変だよ、アニメの表現のやつ。はい、というわけでね、第1弾、第2弾とありますので、ぜひともそちらの方は、下の概要欄にありますので、ぜひ見ていってください。アニメ見てたら、すごくデフォルメされてるので、こう、スッとこう入ってきてると思うんですけれども、我々ですね、ヘアメイクアップアーティストとかですね、美容師とかの目線で見るとですね、すごく気になるというところがいっぱいあります。いっぱいあります。もうアニメなんでね、そんなこと言ってもしゃあないよっていう話だと思うんですけれども、がしかしそこに、メスを入れてみようと思います。はい。というわけで、野暮な話なんで、嫌だと思う人は見ないでね。というわけでアニメにどんどん突っ込んでいきましょう。まずはここが変だよ、アニメの気になるところパート1。帽子をかぶった時の髪型。帽子をかぶったキャラ結構いっぱいいると思うんですけれども、髪型っていうのは別にいいんだよね。もうそれはもうさ、今のおしゃれな子たちなんかはみんな帽子かぶる前に髪の毛のスタイリングしてる子もいるわけだから、実際に、うん、そうそう、髪をスタイリングしてから帽子をかぶるっていうのはまあ結構今当たり前みたいなんだけれども、まあそれはいいんだけど、なんだろう、あの帽子を脱いだ瞬間に髪がふわってなってる感じ、うん、気になるよね。なんか帽子かぶってるキャラで、なんだろう、有名なので言うとルフィとか、うん、あ、某有名海賊団の団長、うん、族長、うん、なんだろうね、なんていうのかな、船長の方々はほら麦わらの帽子かぶってるじゃない。でこうなんかこうふってこう、わかる、こうふっと帽子脱ぐ瞬間とかあるじゃない。もうなんかふわーってなるよね、髪の毛めっちゃかっこいいみたいなさ。でも実際ね、よく考えてみて、確かに麦わら帽子中がこうふわっとしてたとしてね、帽子の部分が別にピタッとしてる帽子じゃなくてさ、野球帽みたいにかぶってないとしても、ここつくよね、こういうの、こうナズビみたいになるよね。ふわっとしてここへこんでモサみたいな。そうなの、絶対なんだよね、あれね。そう、帽子かぶったりとかさ、ヘルメットかぶった人の悩みだよね。うん、かぶったらこの辺のふわっと感は残ってても、このなんかかぶったこのぴったりしてるところの鉢巻きを巻いたような跡は残るみたいな。うん、絶対ないよね、アニメ。うん、羨ましい。まあ、強いてならば、あのルパン三世の次元大輔が、帽子脱いだ瞬間を見てみたい。うん、どんな感じなんだろうね。というわけで、パート1、帽子をかぶった時の髪型が気になるでした。では次、ここが変だよ、アニメの髪型、パート2、行きましょう。汗の表現。はい。汗って言ったら大体ね、気になるのはスポーツ漫画ですね。個人的にスポーツ漫画結構好きなので、アニメ見たりしますけれども、自分バレーボールやってたので、エースやってました。はい。配球内容はあんま見たことないんだけど、ちょっとこう、広告とかさ、YouTube でチラッと流れてたりとかするんじゃない？なんかよくわかんないけれども、そういうので見たりとかしてたんだけど、バレーボールってさ、めちゃめちゃ熱いのよね。まあわかんない。今の、いい高校とかわからないんだけれど、私たちの高校はもう奈良県の公立高校で、体育館に真夏でも、もちろんエアコンなんか効いてない。なんかちっちゃい小窓が開いてるみたいなさ。あんま大きい窓開けたら風入ってもバレーボールってこう揺れちゃうからダメだったりするから、風もあんまり入れられないから、こうちっちゃい小窓が開いてるぐらいのところなんだけど、もう真夏なんかサウナだよね、いわゆるね、汗かくよね、めちゃくちゃで、まあ配球キャラはわかんないんだけど、なんか主人公とかすごいジャンプしちゃうよね、どんどんスパイク打ってたんだけど、うん、なんかサバーンってなってるよね。汗どんサバーンみたいなさ、まあよくあるこう、そのシーンだけスローモーションになるんだけど、ジャバーンサバーンってなるんだけど、うん、びしょびしょになるよね。私バレーボールの時結構坊主頭だったからさ、ゴリラ顔の坊主って言っても手つけらんないぐらいのいかついゴリラになってたんだけど、そんなゴリラじゃなくて結構髪長い子もいて、もうびしゃびしゃになるよね。水泳行ってきたのかなみたいな感じのさ、もう汗かいてもうびしゃびしゃみたいな、もう前髪とかもびしゃびしゃ、もうなんかこう拭ってびしゃびしゃみたいな感じの子が多い中で、うん、アニメのキャラものすごく髪型綺麗、髪がすごいまとまってそっから汗が吹き出るみたいなさ、もうめちゃめちゃかっこいいなみたいな、めちゃめちゃサバーンってこうなってて、それをふわんってしたらすごく綺麗になってるみたいな。なんか一瞬ビシャってなってんのかなって、こう前髪がビシャってなってきたなと思ったけど、拭った瞬間にふわっさーみたいな。あと私が好きなアニメだったら弱虫ペダルとかね。弱虫ペダルもあれだよね。夏のなんかこうインターハイなのかな、すごくこう、わーって漕ぐじゃない、坂道くんが坂道登るわけだよね。ふわっさーってさ、なんかこうみんなもこう一生懸命こう漕ぐんだけど、まあ、同じだよね。汗を拭ったら髪が整うみたいなさ、うん。あれかな、防水仕様の髪の毛なのかな、熱処理でこうなんかあれなのかな、プラスチックみたいな感じの髪の毛なのかな、気になる。というわけでパート2は汗の表現が気になるでした。ここが変だよ、アニメの表現パート3、寝顔の時の髪の表現が気になるです。寝顔ですね、寝顔。大体ですね、一番わかりやすいのが抱き枕。アニメの抱き枕って結構多いじゃない今。ちょっとまあ言い方が難しいけど、オタクの方々が買ったりするこう抱き枕のやつね。うん、ものすごく髪綺麗だよね。寝転んで、こうちょっとエモい顔しながら、エモい、エロい顔しながらさ、こう髪がファッサーンって動いてるんだけど、なんないよね。
あとさ、なんかアニメとかのさ、寝てる表現でさ、なんかこういう感じ、すやーとかさ、なってる時に、顔に前髪が来なかったりするじゃない？なんかここだけすごく整ってて、わかる？こうすやーってなってるのに、髪がこうシュンってなってて、目は見える。毛がふわってなってるみたいなのあるよね。てかこれほぼ 100% なってるよね。あの抱き枕も絶対髪がふわーってなってるし、髪が短いメンズのキャラとかでもさ、ちょっとこう長めの前髪とかもこういい感じにここに止まってるよね。ふわって。ふわって止まってこう寝てるよね。うん、実際よう考えてみて思わない？髪が長い女の子が寝てる時とかさ、見たら大体こう、もうこうなってるよね。下手したらもう顔に毛かかってるよね、こうやって。なんだろう、もうノングの髪が貞子みたいになって寝てるんだよ、こうやって。もうこうやって寝て、最初はふわってなったとしても、うん、ってなったらもう、うわっさーみたいな。こっちで寝てた髪の毛が寝返り言ったらもう、うわっさーみたいな。もう目にも当てられない髪の表現ってなってたりするけど、うん、大体アニメって綺麗だよね。こうやってふわーってなって、なぜか寝返り言ったら綺麗なまま。こっちに寝返り言って髪の毛はそのままこっちに来る。で、こっちに髪の毛が寝返りを打ってコロンってしても、髪がうまい具合に不安ってなってるよね。そこが気になる。はい、というわけで寝転んだ時とか寝顔の髪の毛の表現が気になるんでした。ここが気になるアニメの表現パート4、前髪の立ち上がり。いるよね、前髪立ち上がってるキャラ。いわゆるね、某鬼滅の刃、某刃、前いたね、観音寺みすりちゃんね。うん、めっちゃ立ち上がってるね。っていうか、某刃は結構みんな立ち上がってるんだけど、わかりやすく言うと、私たちの世代で、好きなやつで言うと、エヴァンゲリオンのミサトさん。うん、わかるかな、ミサトさん。エヴァンゲリオン出てくるんだけど、ミサトさんね。もう、こうなってんだよね。アニメ、前髪が。わかるかな、このこれで。こうなってんの、わかる？こうなってんの。わかる？うん、どういうこと？あれかな、大昔流行ったバブルの髪型ってことなのかな。それでもすごいよね。もう、こうなってるよね。虫の足みたいな。あれめちゃめちゃ難しいのよね。多分コスプレやってる人だったらよくわかると思うんだけど、あの髪型持ってこられたら表現できない。難しいよね。ウィッグつくのどうしたらいいのって思うと思う。あの髪の毛。めっちゃ難しい。あの前髪の立ち上がりは、そうね。まあ、もしできたとしても、ちょっと風吹いたりとか、汗かいたりとかしたら、ペタンってなっちゃうだろうね。すごく癖毛なのかな。たまにいらっしゃるのよね。前髪が前に降りない方。もう癖毛でピンってなってる方ね。それなのかな。はい、というわけで、前髪の立ち上がりの表現が気になる。そして最後、ここが気になるアニメの髪型の表現。パート5。火を使うキャラクター。もうこれ言わなくていいよねー。人間じゃないっていうことにしましょう。あるよね、私の好きなアニメって言ったら、るろうに剣心の獅子王誠なんだけど、うん、まあ彼はね、包帯ぐるぐる巻きの、まあ髪がひょんひょんって出てるだけだから、うん、まあこれはもう何も言わない。でもみんなが好きなアニメって言ったらエースだよね、多分ね。うん。某海賊団のエースかなとか、フェアリーテールの夏ね、火をボーンってやるんですよね。エースも火をボーンってやるよね。獅子王誠もグレンカイナーってね、火吹くんだけど、火吹くと火巻き散らすんだけど、うん、まあ言わなくてもいいと思うんだけど、髪の毛はタンパク質でできてるんだよね。だからね、ケラチン。ものすごく燃えやすいのよ。タンパク質ってね、卵とか同じだね、生卵もそうなんだけれど、うん、40度超えて、まあ、50度ぐらいからさ、もう変質していくわけね。うん、硬くなっていく。優に100度を超えた段階で、カッチカチに固まって、どんどん硬くなっていくよね。お鍋の中に入れたお肉とかもどんどん硬くなっていくよね、100度ぐらいで。もう火だったら170度、200度ぐらいいくのかな ?200 度、300度っていくのかな火ってね。うん、燃え尽きるのよね、髪の毛って。ヘアアイロンでも180度ぐらいなんだけど、180度のアイロンも、まああまり長い間ジューとしたらもうすごい煙出てきちゃうんだよね。まあ炎だったらもっといくのかな ?300 度、400度っていくのかなわかんないんだけれど。うん、燃え尽きるよね。ただ、彼らの髪の毛は金属製なのかな大体。うん。だからまあ、うん、人間じゃないか金属製なのかな。うん。というわけで、ここが気になるアニメの表現、火を使うキャラの髪の毛が気になるでした。やぼー。はい、というわけで本日はここが気になるアニメの表現髪の毛編でした。というわけでいかがだったでしょう。こんな感じの動画をね、パート1パート2とやってきたんですけども、今回は3全体的にですね、アニメの表現ということでね、気になったことを言ってみました。気になるよね、大体ね。うん、なんかアニメだったら許されるって思うんだけど、人間的に気になるっていうね、美容師としてプロのヘアメイクとして気になるというところでした。うん、野暮なこと言ったね。悪口意見、受け付けません。はい、というわけでなんかね、こういうのが気になるというね、アニメとかゲームとかの表現あるのがあればコメントお待ちしております。この動画がいいと思った人は高評価ボタンとコメントお待ちしてます。なんか気になるアニメとかあったら教えてください。皆さんハートつけまーす。はい、というわけで以上、やめかっぱちょ、ゆびじゅしゅしゅ、カルピングでした。カムーっていうか、私の髪の毛がアニメだよね。